動画を見ていただきましてありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。この動画面白いと思ったら高評価グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。さて今回僕は僕のふるさと鳥取県に帰ってきました。そしてこの動画シリーズ鳥取県の実はあまり知られていない観光スポットを皆さんにご紹介したいと思っていますので、ぜひ最後まで見てください。第1話はちょっと看板が見えていると思いますけども、延長園って見えると思うんです。これ実は日本で唯一の建物なんです。何が唯一かは現地に着いてからお話しします。というわけで今回の旅も早速始めていきましょう。ちなみに今回は僕の兄弟が運転してくれてます。この橋は武田橋といって、下には天神川という鳥取県に3本ある大きな川の一つが流れています。見えてきました。見えにくいかもしれないんですけど、隣に映っている湖、これが東郷池と言います。実はこの東郷池とその周辺の山々、ここで昔豊臣秀吉、当時は羽柴秀吉ですね、羽柴秀吉と毛利家の吉川元春が睨み合いの戦をしたということで有名な場所でもあるんです。さあちょっとそこにいきなり異国情緒、しかもちょっとアジアンテイストな建物が見えてきました。というわけで到着しました。ここが鳥取県が誇る日本でただ一つしかない中国庭園、延長園です。他に異国情緒あふれる洋風な建物というのは日本にもたくさんあるんですけれども、ザ・中国というテーマがきっと凝縮している庭園で、実はそんなに見たことがないと思うんです。もし他にもあるよっていうことであればコメント欄にご意見をお寄せください。では早速延長園の中に入っていきましょう。チケットをお願いします。延長園中入りました。それで探検の都合あるからちょっとどうかわからないんですけど、実はこの延長園このドラマのロケ地に選ばれてます。というのもあの当時中国と日本の関係ってとても悪くて、中国ロケしたかったらしいんですけどできなかったというエピソードがあって、この延長園はこのドラマのロケ地として使われていました。延長園の見どころが5枚のパネルとして紹介されています。でこっちには大きな壺も、そしてここには中国の四大美女の肖像画と歴代皇帝の肖像画と人物紹介もされています。皆さんがよくご存知の人物ばかりなんじゃないでしょうか。では実際に延長園の中を歩いていきましょう。延長園の内部こんな風になっています。
うわぁ、とっても広い。見てください、日本の中にこんな素晴らしい中国が、中国庭園があるんです。まさに中国歴代王朝の中に迷い込んだかのような感動があります。では歩きながら雲長園の中をお見せしていきます。そうそう、女性の方には朗報なんですけど、チャイナドレスのレンタルもしているそうなので、気軽に着替えて雲長園を歩くこともおすすめです。こんな感じで柳の葉がね、ゆらゆら揺れてます。この雲長園、見る角度によって全く違う景色になるのがとっても素晴らしいところなんですよね。先ほどは三景軒という雲長園をいろんな角度から見ることができるという景観スポットから、いろんな角度で雲長園を見ていただきました。あと三景軒の中の装飾なども一緒に見てもらいました。そしてやっぱり雲長園といえばこれだと思うんです。この四聖橋見てください、かなり立派じゃないですか。そして下には優雅に鯉が泳いでいます。一匹じゃないですよ、たくさんの鯉がこの池でのんびりとした時間を過ごしてます。そしてこの雲長園にはもう一つの魅力があります。見えるでしょうか、こちらに建物があると思うんですが、あれは河合温泉です。この東郷池を挟んで向こう側の河合温泉を見ることができる。雲長園は確かにこの庭園内部も一つの空間なんですが、実は中国の思想だけではなくて、やはり日本的なエッセンスも含んでいて、そのエッセンスというのはこの東郷池を借景にしているというところが日本らしいところでもあるんですね。ちなみにこの四聖橋、土砂の事情で今は通行することができなくなっています。ここもすごく立派ですよね。ちょっと入ってみましょう。雲長園の中でも最も一番高い場所で最も全体の景色を見ることができるという一覧亭にやってきました。見てください、あちらには立派な滝がありますね。実はあの中入ることができたりするんです。早速行ってみましょう。滝の音が聞こえてきました。滝の裏側の洞窟、こちらは別遊洞天、中国語を読みすると別遊洞天だと思うんですけど、間違ってたらごめんなさい。じゃあ中に入ってみたいと思います。結構急なんですよ。おお、こんな感じで滝の裏側を見ることができるんですよね。人の手が入っているとはいえ、結構まあ混んだ作りですよ。こんな感じに
滝を見ることができるんですね。本当に本物の滝みたい。この間袋田の滝に行ったばっかりですけど。そしてこんな風に中に入ることができて、内部はこんな感じになってます。ここにはこんな文字も刻まれてるんですよ。ほら、滝の音がすごくよく聞こえるでしょう。飛龍爆の文字が滝の岩肌に刻み込まれてます。そして音がすごい。ぜひ見に来てください。ここがイベントと展示施設がある秋水館です。ここで毎日3回中国芸術の文化公演が行われています。なんかそう言っているうちにイベント始まるみたいです。行ってきましょう。見ましょう。ちなみにこのイベントはチケットを払っていれば無料で見ることができるそうです。雑技ショーなんですが、とっても楽しかったです。声を上げることが今の状況下でできないので拍手でお願いしますということなんですけども、あまりにも素晴らしくて、その拍手の回数も多すぎて手がしびれても赤いです公演の内容についてはちょっと撮影禁止なので簡単に概要を言います。俺まだ見に来たことがない人、絶対見に来た方がいいと思いますよ。本当に楽しめる25分間の公演でした。延長園には別の楽しみ方があるんです。それがこれです。鯉のおやつ、しかもたったの100円、100円で池の鯉に餌をあげることができるんです。早速試してみましょうか。そしてこれが鯉の餌で揚げてみましょう。これウエハースみたいになってて、割るとパカッと開けると、ほら鯉の餌が入ってるんで、餌をくれよと言っております。早速餌をあげたいと思います。はい、じゃあお食べ、どんどんお食べ、もっと大きくなりな、もっと大きくなっちゃってくれ、ほれほれほれ、人生はサバイバルだ、もっとサバイバルだ。そしてこのウエハースもちょっとちぎりましょうか。ほら、もっとサバイバル、頑張れ。この言葉、このウエハースも鯉たちにとっては立派な餌なんで、食べ物なんですよね。ほら、お口を大きく開けて、おもっとくれよ、もっとくれよって言ってます。はい、パラ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 、天から餌が降ってくる。もうめんどくさくなってきた。全部あげちゃえ。今人の身で丸飲みにしたいなって言いましたけど最後に延長園の外にあるこのお土産屋さんを紹介したいと思います。ここ
ここではイートインとテイクアウト両方できるそうです。僕の家族がこのヤムチャセットを今オーダーしに行ってるので、これをレビューしたいなと思います。というわけで、桃あんまん来ました。実物、こちらになります。葉っぱもあって、ここはちょっとピンク色で綺麗ですよね。早速いただいてみましょう。いただきます。うん。ほんのり桃の味がしますね。そして中のあんここんな感じで、こしあんで非常に食べやすいです。うちの兄弟は恥ずかしがり屋なので声を出さないんですけど。なぜはー、なんか聞こえた。風の音かな。これ多分できる人は一口でいけちゃうかもしれません。というわけで、ラオロン島の桃あんまんをご紹介しました。おっと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 、行き過ぎた。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。楽しんでいただけたでしょうか。もしこの動画面白いと思っていただけたら、高評価、グッドボタンと、そしてチャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。